さて、この配信、この第3クォーター少し、試みたいことがあります。画面の右側にワイプで映っているものは、ウェブカメラのものを、そのまま入れておりますが、普段私がやっております配信ですね、スコア表示ですとか様々なエフェクト等ありますけれども、これがどのような格好で行われているのか、また皆様のコメントをどのような形で確認しているのかを見ていただきたく、私の方の胸元にそのカメラを装着してみました。撮影しながらどのような操作を行っているのかご覧いただくことができるようになっておりますので、ライブ配信をやる際、あるいは審判の方々はどのようにして、実際にこういったクロック表示や、そのダウンカウントといったものをやっているのかというのを、まあ、本来ならば分業しているものを私が模擬的にやっているものなんですけれども、参考としてご覧いただければという形で、今回はこのような形をちょっと試みたいと思います。さあ、両チームフィールドに散りまして、これより後半戦再開という形になります。後半戦は琉球のキックオフで試合再開するという形になります。キッカーは50番の高見沢です。さあ、トライサーズリターンに入った。これはいいリターンになっている。ナイスリターン。リターナー2番、ボールをキャッチしまして右サイドラインを選択。この判断が功を奏しまして、自陣32ヤード付近を確保し、この位置からトライサーズ後半最初の攻撃に入ります。さあ、トライサーズは後半ここからどのような攻撃を展開するでしょうか。トライサーズ陣、自陣32ヤードからのファーストアウト。さあ、まずランから入った中央へのランプレー、まずはランニング枠に託しまして2周点突破を図ります。しかしこれは琉球も踏みとどまりました。74番73番が立ちはだかりまして、このランを阻止しております。ゲインは1ヤード。トライサーズセカンドダウンに変わります。トライサーズセカンドダウン内。今度はランニング枠41番に託しまして右オープン展開を図りました。しかしここは琉球の70番が立ちはだかりまして、このランを阻止しております。見事な対応しましたのは琉球の70番の高橋です。明星大学出身のプレイヤーです。やはりこのライン力に関して琉球はなかなかのものを見せてくれています。トライサーズサーダウンイレブンの状況に変わっています。ここでビッグプレーが出ました。トライサーズここでパスによる突破を図りました。しかしそのパスを琉球17番がパスをチップ、そして浮いたボール自ら抑えまして、そのまま一気にエンドゾーンを駆け上がりました。タッチャー琉球、この17番のインターセプトリターンタッチャーによりまして、さらに6点を取る形になっております。見事インターセプトリターンタッチダウンを決めたのは13番の川光でした。そしてこのキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ23点、トライサーズ0点とスコア変わっております。実に鮮やかなインターセプトリターンでした。さっそうと一気にエンドゾーンを駆け上がりまして、見事追加点を上げる形に成功しております。
高校名が読めませんでしたが沖縄県立宮古高等学校、高校出身の選手がここで活躍しています。もちろんおそらくですがアメリカンフットボールそのものの学生時代の経験はないかと思われますが見事なプレーを披露しました。さあその得点を挙げました琉球のキックオフで試合再開となります。トライサーズリターンに入った。同じく右サイドラインには駆け上がりまして自陣30ヤードを超えた地点で攻撃を得る形になっております。さあトライサーズ後半今度のシリーズは得点に結びつけられるでしょうか。トライサーズ自陣34ヤードからファーストダウン10。クォーターバック15番自らキープしまして左オープン展開を図りました。ランニングバックをブロッカーし自らキープをし突破を図らんというところでしたがこれは琉球対応しましてノーゲインセカンドダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。レフェリータイムアウトを解けまして試合再開となります。トライサーズセカンドダウン10。さあ今度はハーフバックにハンドオフしましてダイブプレーを展開しました。キャリア5番密集点なだれ込みまして約3ヤードのゲインと変わっております。この確実なダイブプレーがどれだけ出るかが T フォーメーション非常に重要な要素ですがここは5番の石塚見事にゲインしました。大阪電機通信大学出身。トライサーズサーダウン7。今度は I フォーメーションに戻します。さあしかしフルバックのプレー今度も密集点を早いタイミングでつきました。キャリア5番の突進ゲインは約4ヤードしかしフォースダウンに変わります。トライサーズフォースダウン3。パントフォーメーションを取ります。このパントは大きなリターンに返しにならず琉球陣36ヤード付近で外へ出ましてテイクオーバー攻守交代となり攻撃権は琉球ガーデンライオンズに変わります。さあ攻守変わりまして今度は琉球ガーデンライオンズの攻撃になります。琉球自陣36ヤードからファーストダウン10。中央へのプレーしかしこれはトライサーズナイスディフェンス。
琉球もまずランプレーから入りました。中央突破によりまず相手のディフェンスの鎖を打たんというところでしたが、ここはトライサーズディフェンス陣踏ん張りました。1番が果敢に中央突破で中央へタックルしまして、ゲイン2ヤードに留めております。トライサーズの1番は滝本です。神戸大学出身。トライサーズセカンダン8、パス不成功。クォーターバック7番右に展開していたレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれはトライサーズのディフェンスカバーよくパス不成功に終えております。サーダウンに変わります。琉球サーダン8、パスインコンプリート、パス不成功です。クォーターバック7番21番にパスを投じましたが、21番これをキャッチできずパス不成功、フォースダウンに変わります。琉球フォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。このパントはトライサーズに15ヤード付近まで返しまして、この位置でテイクオーバー、攻守変わりましてトライサーズの攻撃に変わります。さあ試合は現在膠着化しつつありますが、そのまま刻一刻第3クォーター進んでいっております。第3クォーター残り時間は5分20秒となっております。攻守変わりましてトライサーズの攻撃、ボールオン自陣14ヤードからトライサーズファーストダウン10、これはすごいプレーです。トライサーズここでリバースプレーを敢行しました。タイトエンドに入りました。2番カウンターを取りまして右オープン展開、ディフェンスが村の中、それを飛び越えんと凄まじいジャンプを見せまして、なんとか前進を図りました。ゲインは約3ヤード獲得しております。なんとか戦という意気込み、素晴らしいものがあります。2番の大畑です。大阪商業大学出身。しかしそれほど堅牢でもあります琉球のディフェンスです。トライサーズセカンドダウン7、これも琉球封じます。クォーターバック15番プレッシャー浴びながら左に流れてランニングバック34番にパスを通しました。しかし34番キャッチしてそこから展開するまでにディフェンスムラがありまして、残念ながらゲインはほとんどありません。2ヤードのゲインでサードに変わります。しかし厳しい状況を見事にキャッチしましたのは35番監督ではあります伊橋です。素晴らしいプレーを披露しております。年齢は私と同じく53歳のプレイヤー、非常に尊敬すべき素晴らしいプレイヤーでもあります。トライサーズサーダウン5、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。反則発生です。
オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートをオフェンスが切りました。5ヤード抜体しサードダウンやり直しという形になります。ファイスターズ3点、点数かなり前に上がっております。キュービーサークォーターバック15番、パスを投じんと構えましたが、その迂回する中、その投じる前に琉球85番がキュービーサーク仕留めまして、フォースダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトを取られています。見事キュービーサークしましたのは、琉球ガーディアンライオンズ85番の坂原チョセフ、クロワキハイスクールの出身のプレイヤーです。エイジ31、さあレフリータイムアウト、まもなく解けます。試合再開です。クライスターズフォースダウン10、パントフォーメーションを取ります。ここでイエローフラッグが投じられました。反則発生です。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体となります。さあさらに下がりまして、トライサーズパントフォーメーションを組みます。パントはプレッシャーからシャンクしました。結果的にトライスターズ陣20ヤード付近で外へ出まして、この位置での攻守交代となります。攻撃権変わりまして、琉球ガーディアンライオンズに攻撃権移ります。相手陣21ヤードからのファースト3点、
トライサーズメンバーのナンバー変更があります。40番の選手が62番に変更となります。試合再開です。琉球ファーストダウンテさあどこまで行くか、タッチアここで琉球一気に一発でタッチダウンを取りました。ナニワック33番ハンドフォーを託されまして中央突破、そのまま相手タックルを振りほどき切り込むようにスピンターン決めまして見事エンドゾーンなどへ込んでタッチダウン。琉球見事な藤本のランによりましてタッチダウンを重ねる形に成功しております。そしてトライフォーポイントに入ります。キック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ30点トライスターズ0点とスコアは変わっております。足元にタックルありましたので非常に厳しい中、しかし見事なニーアップでこれを振りほどきまして一気にエンドゾーンを書き込みました。藤本の素晴らしいランによりタッチダウンを重ね琉球がさらにリードを広げる形に成功しております。さあ、タッチダウンを重ねております。琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。トライスターズとしても何としてもキックオフリターン一つ大きなものを見せてほしいという願いもあります。琉球キックオフ、さあリターンに行きます。トライスターズいい方向展開を図りまして自陣30ヤード付近の攻撃位置を得ます。トライスターズ自陣28ヤードからの攻撃です。ファーストダウンテトライスターズ、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。タイムアウトの残数に関する表示が誤っておりました。誠に申し訳ございません。これが後半双方ともの最初のタイムアウトとなります。タイムアウトを解けまして試合再開となります。トライサーズファーストダウン10さあダイブが入りましたがここでイエローフラッグが投じられております。さあどちらの反則だったでしょうか。
オフェンスの反則です。ミローザウエストの反則がありました。腰から下への危険なブロックです。この反則は重大な反則として扱われます。ペナルティとしては15ヤードなのですが、現在の攻撃開始位置が29ヤードのため、その半分という形で 14.5 ヤードの罰則になります。表示上は誠に申し訳ございませんが、14ヤードという形で表現させていただきます。さあ、ボールの位置を最終確認しております審判団、プレーを再開いたします。ファーストダウン24の状況で試合再開です。トライサーズファーストダウン24、さあここでビアフォーメーションのダイブを展開しました。これがまさしく T フォーメーションのダイブです。相手とすれ違うように前進を図りまして、これは効果的に決まり、約6ヤード近いゲインとなっています。ゲインしたのは、ナンバー変更し62番を着用しております山本です。手塚山大学出身のプレイヤー。トライサーズセカンドダウン18、さあコンターバックが今度は自らキープを展開しようとしました。しかしこれは琉球もディフェンス対応しておりまして、原因はほとんどありません。サードダウンに変わります。トライサーズサードダウン17、ここでイエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体となっております。このあたりトライサーズも相手の圧力に、非常に苦しみながら展開しているといったプレッシャーを感じる、そのようなワンシーンに感じます。トライサーズサードダウン22、パス不成功。クォーターバック15番、右にロールアウトし、そこからスピンとしてレシーバーに向けてパスを投じましたが、しかしこれはコントロール定まらずフォースダウンに変わります。トライサーズフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。選手を中央に固め、プレッシャーを回避する選択をしています。琉球リターンに入った。リターナー29番、左サイドラインが駆け上がりまして、相手陣30ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃と変わります。しかしここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しております。
先ほどのプレー開始前の反則です。琉球交代違反の反則がありました。フィールド内12人でプレーをする形になりました。アメリカンフットボールは交代含めフィールドの中11人以下と決まっております。この反則によりまして先ほどのプレーは無効となります。従いましてフォースダウンロングの状況で、ペナルティ5ヤードが施行され、その形で試合が再開する格好になりますが、ここで第3クォーターの時間がなくなりまして、ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして琉球ガーデンライオンズ30点、トライスターズ0点、攻守方向入れ替え、これより第4クォーターに移ります。